皆さんごきげんよう、ロコイコチャンネルです。突然ですが皆さん、この雑誌ご存知でしょうか？じゃーん、こちらゴッツォでございます。はい、こちらゴッツォなんですけれども、はい、地元のグルメを知り尽くしたタウン情報岡山、うん、オセラの編集者がよりすぐりのお店を紹介するグルメ本で、うん、年に1回発刊されておりまして、最新刊はなんと9月25日に発刊されておりますよ。はい、もうね、見てるとね、もうお腹がグーグーなっちゃうようなとっても素晴らしい雑誌なんですけれども、はい、この度ですね、はい、こちらのゴッツォと私たちロコイコチャンネルがコラボしまして、はい、実際にこのね、ゴッツォに載っているお店を私たちが巡ってご紹介をさせていただくという企画がスタートしております。はい、こちらね、全5店舗ご紹介をさせていただいているんですけれども、うん、今回はなんと最後のお店5店舗目となっております。おっと、もういよいよ最後でございますか。お、寂しい、ねえ、うん、めちゃくちゃね、素敵なお店さんにたくさん出会えたんでね、はいはい、そちらの動画はですね、はい、概要欄の方にリンク貼っておりますんで、はい、そちらでチェックしてみてください。はい、本日ご紹介させていただきますお店は、はい、備前市日奈瀬にございます、うん、秀吉様でございます。ちなみにゴッツォの69ページに掲載があるお店となっております。はい、こちらのね、秀吉さんなんですけれども、うん、はい、海辺に佇む絶好のロケーションでいただけます、うん、新鮮な魚料理たちということでございますよ。ねえ、楽しみ、ね、うん、でね、やっぱりもうこのシーズンですから、はい、牡蠣もいただけるんじゃないでしょうか。うーん、とっても楽しみでございます。はい、それでは早速行ってみよう。やってまいりました、秀吉様。 JR 日奈瀬駅から海辺を散策がてら歩くこと約10分、船が係留されている日奈瀬湾のすぐそばに佇むとってもおしゃれな建物です。目の前に広がる海景色と朝どれにこだわった海鮮料理が人気です。海と山に囲まれた贅沢な立地にリゾート気分も体験できちゃいます。それでは早速店内に入っていきましょう。店内に入ってまず驚くのは全面窓ガラス、とっても開放的ですよ。窓辺の席からは日奈瀬湾を一望でき、贅沢な時間を堪能できちゃいます。お席の方はテーブル、カウンター、お座敷と様々な用途でお使いいただけますよ。さあ、ここからはお楽しみのメニューを見ていきましょう。旬魚のお食事ということで、うん、いろんな定食があるね。そう、一品物から定食午前まで、うん、ほんといっぱいあったよ。お得に食べられちゃう平日昼飲みのサービスランチがとっても気になりますね。そうそう、これこれ、岡山といえばサワラだよね。サワラって春が旬のイメージだけど、うん、実は今が脂が乗って美味しそうですよ。うん、そしてシーズン到来、日奈瀬の牡蠣よ、待っておりました。単品から贅沢な御膳まで、地元だからこそ堪能できちゃう新鮮な牡蠣は必ず押さえておきたいところですな。鍋懐石だって、うわ、心ゆくまでお楽しみくださいって、もうこれすごいじゃん。すき焼きやカニすき、てっちりもあるみたいよ。うん、もちろんお酒も各種取り揃えておりますので、しっぽりいきたいですな。こちらは秀吉の大将の南さんです。今さばいている魚がサワラです、うん、大きいね、うん、うわ、炙ってる、いい音、たまらんね。冬のサワラは産卵を控えているため脂が乗っててね、うん、春に取れるものよりこってりとした濃厚な味わいが楽しめるの。いいね。出た、大好きな牡蠣、身が輝いてますな。今年の身は大ぶりなんだって。お待たせしました。今回私が注文したのは、悩みに悩んで大将におすすめ聞きました、サワラのたたき定食です。あ、美味しそうね。え、こうサワラをたたきで食べれるっていうのがね、漁港が近いならではじゃないでしょうか。そうだね。気になるお味ですが、正直私感動いたしました。本当絶賛してたよね。うん、こうしっとりと上品な甘さが口いっぱいに広がりまして、うん、またこう炙ったことによって皮と油の香ばしさがたまらんのよ、うん、そして薬味でついているニンニクと生姜、こちらをつけて食べてください、うん、もうパンチ力抜群、ご飯もお酒もね止まらんと思いますよ。でね、もう一つ感動ポイント、うん、たたきのタレがとにかくうまい。お、あれ売ってくれねえかな。その他定食についてくるお料理すべてが手が込んでおりまして、素材本来の旨味を最大限に生かされてるって感じでございました。
サワラの常識が覆される、そんな素敵な定食でした。他にもね、様々なサワラを使った定食があったので、今後通っていろいろ食べてみたいと思います。さあ、ここからは私がいただいたお料理のご紹介です。牡蠣御膳です。これ超贅沢じゃないですか。牡蠣をしっかり堪能したい方はぜひこちらを注文してみてください。この日いただいた牡蠣御膳の内容は、突き出しに新鮮なお造りたち、めっちゃいろんな種類入ってるな。そう、そして酢牡蠣、またね、珍しい土手鍋もあったよ。おいしそうでしょ。でこちらが焼き牡蠣になります、はい、うわー、牡蠣フライこれ。そう、牡蠣フライがあって、なんと牡蠣入りの茶碗蒸し、手が込んでますな。そして牛尾汁にご飯、こうのもの、デザートでした。メニュー名通りしっかり牡蠣尽くしてますね。早速大好きな牡蠣フライいただいちゃいました。今年は本当に身が大きかったです。衣のサクサク感から牡蠣のぷっくり感が味わえて美味しかった。いい音。こちらが牡蠣の土手煮です。最高っすな。私、牡蠣の土手煮初めて食べたんだけど、しっかりとしたお味噌にクリーミーな牡蠣の味が相まって、ほんとご飯にもお酒にも絶対合う一品でした。午前の内容は日によって内容が異なるみたいです。こんなに美味しいお料理をね、この絶好のロケーションで楽しめるわけですよ、うん、そりゃもうご飯が進みまくるわけですよ。大変恐縮なんですけど、ご飯もらってちょっと足りんっすねこれ。もう合いすぎてどれも大盛りで。ヒロさん食い意地張りすぎ。ごちそうさまでした。もうね、もう感動した僕は。もうごっつおさん、本当素敵なお店教えていただいてありがとうございます。サワラのね、うん、美味しさを初めて知ったらしい。いや俺ね、もう今日からね、こう答えるわ。好きな魚はって言われたらサワラのたたきですっていう。間違いないから。いや本当みんな食った方がいいよ。そうね、うん、本当サワラはね、もう岡山県ではね、うん、生で食べる本当当たり前とされているお魚なんですけれども、はい、本当新鮮じゃないと食べれないので ね、うん、美味しいのいただいてね、感動しました。それにしても尽くしてましたな。牡蠣、牡蠣贅沢に満喫をさせていただきましたね。うん、ぜひですね、はい、皆さん、あの秀吉さんの方でですね、はい、まあ、海を見ながら新鮮なお魚食べてみてはいかがでしょうか。はいはい、ということでね、はい、どこいこチャンネルとごっつおのコラボ企画、はいはい、今回で終了という形にはなりましたけど、うん、はい、実際回ってみて、なおさんどうでした？あのやっぱり普段私たちがこう選んでいくようなお店ではないね、うん、タイプのお店とかもやっぱり撮影できたので、うん、楽しかったです5回とも、ね、うん、なんかほんとこう今までの世界観っていうのが今日広がったというか、うん、そうだよね、はい、もっとこう食に対する探求心が芽生えましたね、うんうん、そうだね。ぜひですね、皆さんこちらのごっつおでですね、はい、まあ、まだまだ今回ご紹介してないお店さんもたくさん載ってますから、はい、はい、ぜひいろんなお店をチェックしてみてですね、うん、はい、食べ歩きなんかいいと思いますんでね、楽しんでください。はい、私たちどこいこチャンネルは岡山のグルメ情報、スポット情報を週に2回配信しております。チャンネル登録をお済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。本日は以上、どこいこチャンネルのヒロでした。ナオでした。そしてゴッツォでした。